フリーアナウンサーの大坪夏子です。ワクセルではコラボレートを通じてさまざまなゲストのお話を伺っていきます。それでは早速ゲストをご紹介させていただきます。今回のゲストはカイリさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。自己紹介いいですか？はい、はい、じゃあカメラに向かっていきますね。世界を旅する海賊王女カイリーです。何、はい、ですか今の。いや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 、喧嘩勃発ですか？いや違う、これちょっと待ってください。いや危ない危ない、今喧嘩が始まるかと思って今のはカイリーさんが考えられたんですか？これで。そうですね、考えましたね。なるほど、はい、住谷さんはこういうキャッチコピーというか。なるほどなるほど、わかる。え3、2、1。すいませんでした。これカットですね、多分ね。きっとおそらくカットされてることでしょう、はい、カットされてるんでしょう。いやもうとっても綺麗な方なんですが、綺麗だけじゃないということでご紹介させていただきたいと思います。実は本当にすごい方なんです。大学卒業後、一般企業の内定を蹴って林下宇多美選手などスター選手を輩出する日本女子プロレス団体スターダムに入門しました。輝かしい戦績を残し、チャンピオンベルトをいくつも獲得してスター選手として活躍。そんな実績を掲げてアメリカ最大のエンターテインメントプロレス団体 WWE に挑戦、一躍世界規模のスター街道を駆け上がりました。現在は古巣のスターダムに復帰、今なお現役の選手として活躍されています。いやすごいですねすごいですね、チャンピオンベルトいくつも。恥ずかしいですね。いやこうやってなんか僕としてはさっきのなんか世界を駆け巡るの方が恥ずかしいと思うんですよちょっと余計恥ずかしくなるじゃないですか。やめてくださいやめてください。はい、でもすごくないですか、最初内定を蹴ってプロレス、うん、そうなんですよ、まあ、ざっくり言うと、その大学まではあのヨット競技をやってまして。ヨット？はい、で日本代表とかだったんですよ。それもすごいですけど。え、ヨットも？あ、そうなんですよ。でだから海賊王女なんですけど。繋がりましたね。なるほど、その背景がないと、はい、そうなんです。なんでなんだろうって。そうですよね。だからその海賊をモチーフ あのコスチュームだったりガウンだったりを着てあの表現をしてるんですけど、はい、でそのヨットを続けるか迷って就活をするか、でまず就活をしたんですね。で一般企業の内定をもらって OL になろうと、ちょっと社会勉強もしたかったので OL なった内定もらってたんですけど、その後にその大学って単位取り終えて暇になるじゃないですか、はい、で人見知りというか人前が苦手だったので、それを克服したくて、まあ、舞台に出てみよう。舞台ってお芝居の舞台ですか？お芝居です、はい、趣味程度で最初始めた舞台で、それがまたたまたまプロレスがテーマの舞台に出て、さっき紹介していただいたスターダムっていう団体の社長が見に来てて、なんか向いてそうだからやってみないって言われて、それがきっかけですね。いやすごい。なんで格闘技見たこともないし、やったこともないし、無縁の世界でした。このまま女優になろうとは思わなかったんですか？あ、それもちょっと思ってたんですけど、やっぱりそのプロレスをその時見たことがなくて、初めてその後楽園ホールっていうところに一度プロレスを、まあ、勉強のために役作りというか見に行ったら、もう心を打たれて感動しちゃって。だってプロレスってどんなイメージですか？激しい、痛い。激しい、痛い、怖い。怖い。いやもう一緒、一緒です。そうですよね。僕もそんな感じです。あとなんか電流が流れるとか、うん、電流が流れるとか爆発するとか。爆発するとか、はい、そういう怖いイメージじゃないですか、はい、で私も155センチとか小柄ですし、絶対向いてないと思って、でも見に行ったら自分よりもさらに華奢だったり細身だったり若い女の子たちが、怖いっていうよりもう本当に
自分はどう思われてもいいというか、さらけ出してありのままの自分をボコボコになっても髪がぐちゃぐちゃになってもなりふり構わず一生懸命戦ってそれで勝つっていう姿に一目見て感動しちゃって、それで感動して、うん、よし私もやりたいってなったんですか。そうですね。で親には言えなくて、うん、もう泣いてもらったよってとこまでしかで内緒でもう、はい、最初入門して。親にはいつ言ったんですか。確かに親には、はい、あの当時銭形金太郎っていうテレビ番組あったんですけど、あの有田さんとかがその貧乏の人のお家に行くっていう番組で、たまたまそのスターダムの寮が取材されるってことになって映ったので、映る、ま、放送される前に言いました。なかなかですね。すごいですね。なんか自分の意思というよりもなんか収録があるからそういうふうに知られる前に。そうですね。で親にはもし1年本気でやるから、もし1年やって何も芽が出なければちゃんとやめてまた就職活動してやるからチャンスをくださいって言って、はい、親もいいよって。まあ心配はしてましたけど。しますよ。まあやってみればっていうふうに言ってもらって、うん、そうですね。そのスターダム の、 あの同期で唯一、はい、プロテストね、追試っていうところからビハインドからのスタートでしたけど。あ、そうなんですよ。基本本当に物覚えが悪い、人よりもそのうまくできない、不器用、雑草タイプの人間なので、うん、あの何事も勉強もだしスポーツもなんですけど、一番最初は一番できないところから、うん、誰よりもできないところからのスタートばっかりでした。でもそこから地道に努力して。そうですね。なんか諦めたいとかなったりしないんですか。しますね。あ、そうですか。しました。何度も辞めたいって思ったこともあるし、周りからも多分向いてないから他のことをやった方がいいかもねとか、うんうん、センスがちょっと感じないなとか周りから言われることはありましたし、自分もそうだと思ってました。でもそこから、うん、でも結局足を止めずやり続けてるわけじゃないですか。そうですね、うん、それはどうしてだと思うんですか。まあやっぱり昔からそうなんですけど、やっぱ途中で何かを諦めるっていうのができないというか、うん、うん、やめた方が後から後悔しそうだなっていうのは。すごいですね。でもそこからその世界最大の WWE に行かれたのは、うんうん、それ挑戦しようと思ったのはどうしてだったんですか。そうですね、挑戦、まあ、やっぱりそのヨットの時もそうだったんですけど、なんか恩師から言われてた言葉、できるできないじゃなくて何事もやるかやらないかだよっていう言葉が、かっこいい。いやいや、それがずっと自分の中にあって、まあ、ヨットでも本当に最初 1,2 年の頃は最下位ばっかりで、周りからも才能ないって言われてて、3年生になって初めてこうインターハイで準優勝したり結果が出るようになったので、何事も続ければなんていうか光、チャンスは必ず来るっていうか、うん、やり続けることが本当に大事だなってヨットで思ったし、うん、そうですね、プロレスでも最初は全然うまくいかなかったんですけど、続けてれば何かが変わるっていうか、そういうのが自分の中にあったので。